はい、どうも翔平 TV でーす。翔平でーす。はい、お願いします。はい、本日は翔平 TV がなんとピッチャー用グローブを3つか4つか5つか持ってるんで、はい、それを今回は紹介して、こういうのがいいよっていうのをちょっとアドバイスしていこうと思います。はい、お願いします。いただきます。はい、ではまず、紹介します。まず僕が高校時代に使っていたグローブを紹介します。それがこちら。はい、こちら SSK のグローブですね。ちょっと SP777 っていう品番のやつです。これほんと十何年前とか11年12年ぐらい前に購入したあのやつなんですけど、まあ親に買ってもらったんですけど、公式用でもうずっと高校時代は過ごしたと。これで県大ベスト16まで行ったり、結構そんな強くない高校だったんですよ、西安県勢で。僕らの代でなんとかなんかすごいいいメンバーが集まったんで、結構いいとこまで行ったんですよ。その時にずっと使ってた、そうそう、もう相棒ですよ。年季が入ってて、はい、これ水にだいぶ濡れてちょっと色変わっちゃったんですけど、でこれね、俺横型ですこう、ほんとこう握り潰すような握り潰してますね。そう、こうじゃない、もうほんとにこう力ずくで投げてたよ。そっか、こうガーってこう投げてたんで、はい、でこう潰す感じなんだけど、ペチャンとはならないっていう、ちゃんとポケットが、そう、あのね、ペチャンとはならない、グッと握ってもペチャンとこうくっつかない、それが特徴で、結構こう握りがいがあったグローブでございます。はい、今思ったのが、皮ってやっぱ時間経つと艶出るなっていう。なるほどね。確かに出てるいい感じ、見えづらいかな、これ実際に見るとすげえ汚いんだけどね、はい、艶は出ますね。そうだね、はい、といった感じでした。はい、ではお次のグローブいきます。この後に使い始めたグローブがありまして、それがこちら、サーブルはグローバルエリートですね、水野の。こちら、沢村英順モデルでございます。おしお前は沢村英順じゃねえだろ。はい、そうですね。はい、で、このグローブは本当にこの黄色いこのグローブを、はい、まあ高校終わって公式のクラブチームと草野球の試合を、まあ、一緒にこうなんか使ってたんですよね。はい、公式やめて軟式一本になった時に、軟式用のグローブ欲しいなと思った時に、はい、メルカリで買いました。ほんと1万2000円とかで売ってて、でこれ結構ちっちゃいんですよ、マジで。そうです、わかる、だいぶちっちゃいでしょ。いや、かなりちっちゃいよね。はい、だいぶちっちゃいね、これ本当に。でこれもこうバーって投げる時にグッと握っても、ああ間空いてますね、間空くんですよ、グッと握ってもペタンとはならないような、グローブになってて、これも本当にこう使いやすくて、これからなんか軽いグローブがいいなってずっと思い出したんですよね。はい、でこれで草野球時代、まあ、最初の方はまあノーヒットノーランがザラにやったんですけど、はい、もうこれ思い出のグローブですね、本当に2個目の本当に思い出のグローブで、週1週2じゃん使っても、はい、だからそんなに汚くならずに。失礼します。あー、なるほどなるほど。めちゃくちゃやっぱり黒いグローブってツヤが出やすいので、磨いてなくてもこんだけツヤが出るのはいいなっていうのと、あとやっぱり軽いです。本当に軽いよね、グローバルビートマジでやばい。はい、というわけでこれが2個目のグローブとなります。はい、それでこの後になんか俺赤いグローブ欲しいなと思っちゃったの、という感じで赤いグローブがいいなと思って、はい、あの田口スポーツさんに、はいはいはい、あの大井チャンネルとかで行った時に、はい、赤いグローブを買いたいんですけどっつって、もう買う決心をしたんですよ。で、赤いグローブを選んでもらって、はい、購入したグローブがこちら。選んでもらって、はい、購入したグローブがこちら。あ、じゃあねチアプレイの黒いグローブなんですよ。振りがひどい。いや、本当に。いや、田口スポーツさんのドータさんもね、もうずるいよずるいよ。これ、鈴木翔太選手モデルの中日のシュアプレイ、ピッチャー用なんですけど、で、これ本当はこの赤い紐じゃなかったんですよ、黒だったんですよ。で、黒だったんですけど、どうしても赤が欲しいと。でも、あ、このグローブ買っちゃったから、もう赤のせめて紐と思ってKBスポーツ行った時に、はいはい、KBスポーツ、コカイ君っているじゃない、 YouTuber の、ソフトボール YouTuber で、彼にちょっと時間ないけど紐全開交換できるって聞いて、はい、30分でやってもらいました。おぉ、30分速攻もあの東京に帰るっていう、すげえ感じで、もうコカイ君にも本当感謝ですけど、という感じで、はい、あの紐やってもらったんですけど、ちゃんとこう最後までこう紐がビローンってならないように止めてくれてるんですよね。そういうとこも、やってくれるコカイ君、本当この辺最高じゃない。はい、これちょっと正直、はい、俺に型が合わなくてあんま使わなかったっていう、ちょっとあんまり言いたくないんだけど、
でもちょっとこれ握ってみてほしい、はい、まずこれ握って、これがベストとして、はい、おお、これベストね、はい、失礼します。あ、違う違うよね。小指の部分が若干なんか閉じが甘いというか、多分原因がここに1個入ってるんですよ。何が入ってるんですか。ヒンジが、ワイドヒンジっていうの。あ、本当だ。なんでポケットが広くなりやすいピッチャー用タイプのグローブなので、握りつぶした時に若干その遊びができちゃうのかなっていう。はい、でこれ本当にあんま使えてないっていう。ちょっとこう握るとこの辺痛いんですよ。ああ、これはちょっとあの縛っておきます。ああ、はい。で、先日、皆さんボナールチャンネルの、動画見たでしょうか。翔平 TV が大事に大事にしていたワールドペガサスの、軟式公式兼用のピッチャー用、あれは今マサ君の手にあります。はい、もうマサ君がもうこれずっとかっこいい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 ってずっと言ってて、まあ、確かに最近マサ君と、まあ、ゆうやとゆうや君とめちゃめちゃこう交流があるんですよ、うん、とりあえずもう走れ大井チャンネルと同じぐらいあるんじゃねえかってぐらい、そうあって、ボナールとそこまで仲良くなるとは思ってなくて、はい、もう昔はやっぱ向こうさんと一番良くて仲良くて、こっから大井くんが出てきて大井くんと良くなって、はい、で大井くんは結構動けるタイプなんで、はい、車でね、で足に合ったりしたから、まあ、合ってる回数なら大井チャンネルより一番で、うん、で向こうさん、はい、ボナールちゃんなんですけど、最近そのボナールがなんかこう上がってきてる、ボナールがこう向こうさんをこう抜いてきてるっていう感じで結構こう絡みがすごいんですよ、はい、であの3人もさ、もう野球 YouTube 界で言ったらさ、上からなんか3、4番目、5番目、はい、3、4、5、6らへんじゃないですか、はい、やっぱりまさくんのやっぱそのいろいろ知識とかもいろいろ教わってるんですよ。そういうのがもう本当感謝の気持ちを込めてあげちゃいました。まあ、マサは同じピッチャーとして結構アドバイスもしてるし、もっといいグローブであの頑張ってほしいなってすげえ思ってるんで、今回は軟式公式兼用のワッペの俺が大事にしてたやつをちょっと託したという、あげたっていうか託したっていう感じ、使ってほしいと、まあ、使わずにずっと置かれてるよりさ、はい、ね、使ってもらう方がいいと思うんで。そうですね、はい、で僕が今使っているグローブがこちらと、派手派手ピンク、この味ヘリカワピンク、中はレッドオレンジ、多分これと同じくらいなんじゃない、ちょっとそうですね、ちょっとばかしこっちの方が大きいか、それとも一緒ぐらいか分かんないけど、ちょっと同じぐらいかな。そうですね、うん、なんか戻った感じ大きさが、はい、でこれをまあ今後とも、使っていくんですけども、はい、非常にかっこいい。これ本当に夏ぐらいに届いて、ラベルがウェルダーラベルとなってます。で王冠スタイルですし、いや、かっこいい王冠と、で刺繍も入れちゃいましたって、ベッてもうオープン大会は使えるんで別に、はい、いいんですけどね、はい、もしダメならこっちを使うんで、こっちのやつらを使うんで、はい、はい、というわけで本日はこのピッチャー用グローブを紹介しました、はい、この動画、このグローブいいなと思ったらチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生、協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら、これはい、イゼットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンタナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。